暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。私はカトリックの修道女でございますけれども、根っからのクリスチャンではございませんで、私が生まれたうちは浄土真宗でございました。キリスト教との初めての出会いは12歳の時に、四ツ谷にございます双葉というミッションスクールに母が入れたことによります。私が9歳の時に父が不慮の死を遂げたものでございますから、母としてはミッションスクールに入れたかったんだと思います。でも私はそれまで広々とした武蔵野の小学校で男女共学という珍しいその当時のクラスの中でのびのびと勉強したり遊んだりしてたものですから、双葉の、狭い校庭、そしておとなしい女子の方たち、厳しいシスターたちの押し付けを、なんかこうキリスト教のせいだと思って、キリスト教にほとんど無関心で中学校高等学校を過ごしてしまいました。18歳の時、まだ第二次世界大戦の最中でございましたけれども、私がどうしても自分っていうものを受け入れることができなくて、毎日空襲があっていつ死ぬかわからない、そういう自分がこんな高慢ちきで、母に対しても冷たいし拗ねたり膨れたり口をきかなくなったりする、そういう自分のままで死んでいいんだろうかっていう気持ちを持って、双葉のシスターにご相談に行ったことがございます。そしたらシスターが私に一冊の聖書を渡してくださって、毎日15分読んでごらんなさい、そしてそんなに自分が嫌なら洗礼を受けたらどうですか、洗礼を受けたら新しい人になれますよって言ってくださったんです。で、私はそんなに簡単に水をかけていただくだけで新しい人になれるんだったら、キリスト教もまんざらでないと思いまして、シスターに特訓をしていただきました。そして4月ご復活の後だったと思いますけれども、双葉の本当に美しいチャペルで、私が洗礼を受けたすぐ後に焼けてしまったんですけれども、そこの最後の受洗者として洗礼を授けていただきました。で、母は私が洗礼を受けることをとっても嫌がりまして、その当時適正国家と考えられていたその国の、宗教になぜ入らないといけないのか、そう私に腹を立てて申しました。で、私はまた私で、母が嫌だいけないと言えば受けてやるという、そういう大変傲慢な気持ちで、もう母に逆らう気持ちで洗礼を受けました。で、戻って家に帰りました時に、母は3日間口を聞いてくれませんでしたし、もちろん2、3に行くことも許してくれませんでした。そして私にとって一番痛かったのは、その母がそれでもあなたはクリスチャンっていうことを言って、私をなじってくれたんですね。つまり洗礼はマジックでない、洗礼を受けたから今まで意地悪だった人間が優しくなるとか、今まで怠け者だった
人間が勤勉になるとかそういうことはなくて、やっぱり自分自身との戦いが必要でございました。まあ、母は聖書を手にしたこともない人でございましたけれども、私が聖書を読み進んでまいりますうちに、聖パウロがテサロニケというところの信徒に送った言葉に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんな時にも感謝しなさいという言葉がございました。で、私はもしかしたらその聖書を読んだことのない母が洗礼を受けて、自分の意思に反して洗礼を受けて帰ってきた娘に求めていたこと、それは喜びのある生活、祈りのある生活、そして全てにおいて感謝のある、そういう生活を私がすることではなかったかと思いました。